えー、セオル号の沈没事故以来、支持率急落しているパク・クネ大統領、いまだに鈴木さん、支持率というのは下がったままなんでしょうか。ははいあのー、事故前にはですね、えー、70台あっ 支で,、ね、ですが、はいうん、それが今やまあ40%台まで下がってしまったと、はいえー、先月にあの犠牲者の喧嘩台で、まあ、大統領があの黙祷数多くなったんですけれども、まあここであの大統領が遺族のおばあちゃんを慰めるシーンがあったんですね、はい、まあしかし、このおばあちゃんが実はまあ遺族ではなく、まあ一般人であったということが後で分かって、ですねまあ、やらせじゃないかという疑惑が噴出しています今後、パク・クネ政権というのはどうなっていくんでしょう。 えー、まあだから沈没事故前の高い支持率というのは、ですね実は反日、日本に厳しく強く出る、そういう姿勢によって、ですねそれが評価されて、まあえー、支持を得ていた、あですからあの、今後はさらに、まあ、逆反日を強く打ち出して、ですパ、ね、ク・えー、朴槿ネ大統領が今度、支持率の回復を図ろうと<ー>、まあ、そういうことをやってくるんじゃないか、えーまあ、実際、それ以外に彼女が切ることのできるカードはまあないと言われています。 そこでなんですが、そのパク・クネ大統領の反日の姿勢が本心なのかどうか、まあ、それともその本心でなく、支持率のための姿勢なのか、まあ、このあたり、非常に気になるんですが、どうでしょうそうですねあの、この点につきましては、ですね韓国政府の関係者からあの私どもで興味深い話を伺いました。はい、というのも、ですね、まあ、去年の10月の APEC の関連会議の際にですね、 まあ、安倍総理とパク大統領が、まあ、実は親しく話していたんだということなんですね、ええ、で夕食会のトイブルが、まあ、隣同士だったと、でえー、たまたまだと思うんですけど、会場に坂本九さんの上を向いて歩こうが、まあ、流れていたんだそうですね、<え>そしたら、パク大統領から、これは日本の有名な曲ですねと。 まあ安倍総理に微笑んで話しかけたと言います。お<ー> <laughs> お、それちょっとこうイメージ湧きませんね。そう、ねえー、なんか鉄カメンのような顔をしてですね。えー、今まそうですね。そういうシーンが僕あの報道されてきましたから、はい、非常に私ども意外だったんですけれども、えー、実はこのエピソードのね他にも安倍総理から韓国料理は好きでよく食べますなどとまあ。 えー、話しかけられて、ですね<え>まあ非常に両者が穏やかに話していたと、<ー>で安倍総理の側見によりますと、まあ、実は APEC だけではなくて、その1ヶ月ぐらい前の、まあ、去年の9月に、ですね、えー、ニューヨークで行われた国連総会でも2人は話をしていたと<え>で、安倍総理はですね、パク大統領は反日じゃないと。 えー、二人で話すときは全くかくなな態度ではないんだ<ー>まあそうおっしゃってるんだそうだとしたら、なぜその朴槿恵大統領、政治の上で反日を掲げるんでしょうかそうですね、まあ、本音のところは分かりませんけれども、えー、朴大統領は、まあ、安倍総理と二人だけの会話になって、その最後にですね目,目に涙を浮かべながら、えー、こうした親しく話していたことは二人だけの秘密にしてくださいと、えー、まあそう口止めしていたと。 いうことだ、ね、これなんか他のこともついつい考えてしまうんですが、ね、えまますそうですね。えこれはあの海を渡った恋愛関係とか、そういうことではない、ね、そういうことではない、ね、やはりこう反日の姿勢を掲げざるをえない彼女の政治的な立場だろうというふうに思います、うん、まあこれが本当だとするとですね、パク・クネ大統領、まあ、本音の外交っていうのをそろそろしてくださってもいいのではないかと。 チャンネル登録もよろしくお願いします。